合気道は開祖上島守平先生によって世に出されたことでございます。上島先生は常々合気道は日本の武道を正すそのために生まれてきた武道であるこう言われておりました。これは当然のことで、人を倒せば勝ちとする、倒せばよしの武道から、合気道は人を作り育てる武道であると、このような大きな方向転換した武道でございます。当然技術においてもその表現方法は大きく異なっておりました。無論その内容の成功さというか、技の成功さというか、こういうものは勝手に私がやりました柔道空手の世界ではない、その形を持っております。私もそれこれ入ります約50年、ところが約10年ほど前から日本の武道の世界において合気道は武道ではないのではないかというような声が一部上がっておりました。当然その頃の合気道の世界は昔はこうだった、このような形においてただ昔を踏襲する、これだけの敬語であったわけでございます。ですから私はこれ当然そこまでいくならば、いつかその批判が本物になるんじゃないかという心配をし計画しておったのでございますが、こういきましてはっきりとその行為が大きく武道界に上がり、また外交においてもそのような行為が上がってまいります。ただ我々はその時から王先生のその言葉をなんとか現在に伝えていきたい、また我々自身も修行の一つとして当然のことで開祖の言われるその言葉の実践、これ一番大事であるという考えから、開祖は常に言っておりました。合気道の都市はそのまま剣を持てば剣、杖を持てば杖、あらゆる武道再現が可能である、でその考え方が日常社会においても必要である、全くそういう観点から我々はこの追求に今日まで努めておりました。ですから我々の稽古はあらゆる都市の稽古はそのまま剣杖に転化していきます。これからのこのビデオの収録にあたりまして、我々のその稽古をこれから伝えていきたい。我々の稽古は一般の合気道の表現と違いまして、必ず一つの都市基本から剣杖とこういう形で転化していきますので、その内容をご覧になっていただきたい。またもしこれがくだらないなと思うのあったらば捨て去って結構です。また皆さんがそれがなるほどと思うことがあったならば、それをまた皆さんで修行してもらいたい、このように考えております。